こんにちは、速稼塾の久保です。今回の深夜のナミさんとのこそこそ話なんですけども、先日 FX の舞姫大学ナミさんの講座をですね、まあ募集させてもらうためのズーム対談させていただきました。お問い合わせが何件かあったということだったんですけども、まあ決済のタイミングまでもうちょっとありますんでね、受講生さんのタイミングはもうちょっと後になるかと思います。受講生さんが何人になるかっていうね、この確定のひどいですよね。まあそれからこの FX のナミさんの講座、舞姫大学講座なんですけども、まあ期間がどのぐらいになるのかってことはお問い合わせの後に分かるということなんで、私の方もねここでお話しすることはできませんけども、まあいろいろとね、私から見て思うことなんですけども、ナミさんってね実際に整体院を経営されてるんですよ。で、一日中整体院で、まあ、力のいる仕事ですからね、お疲れになったところ、深夜にですね、FX の講座ですとか、それから申し込みのサポートとか、そういったことをされております。もちろん、舞姫大学っていうカテゴリーも運営されてますし、それがね、まあ、占いなんてのもやっていて、まあ、とにかくね、あらゆることをマルチでこなしてらっしゃるわけなんですよ。まあ、そういう姿をこの10年見させていただいて、いや、さすがにすごいなと。日々の発信もそうですしね、それからたくさんのナミさん自身の研修学習、こういったものも、いや、よくそういうふうに時間を作ることができるなと思うわけなんですよね。まあそれで単純比較ができないんですけども、ナミさんは経営者という顔も持ちながらさまざまなことをやってるんですよね。で FX ご自身もやられてるし、 FX のこれからサポートもされるということで、さらにね手数が増えると思うんですが、ここでですね、まあ、いわゆる、まあ、普通のサラリーマンですとか、どっかにお勤めの従業員さん、皆さんね、やっぱり副業で何とかしたいと思ってらっしゃると思うんですよ。特に収入とか将来に不安がある方、ね、で、この舞姫大学のナミさんはキャッシュポイントは複数あったりとかね、それから整体院ももうたくさんお申し込みがあって好調なんですよね。いわゆるお店が繁盛している状態なんですよ。でもしっかりと自分の足場を固めてらっしゃる。で、よく言うことなんですけども、やっぱりこう強いものには油断が生じ、弱いものには油断が生じないというふうにね、まあ、こういうふうに言われることがあったりとか、昔の映画で言ったらね、追われるものよりも追っかけるやつの方が強いんじゃっていうね言葉があります。もうちょっと人情的に言うとですね、狙われるやつと狙うやつ、どっちが強いのか、狙うやつの方が強いんだってことなんですよね。ここで言いたいのは、やっぱりね、いろいろ力を持ったり経験すると油断が生じるってことなんですよ。まあ、しかしね、その中でナミさんは油断せず一歩一歩着実に、物事を進めてらっしゃってですね、本当に初心忘れるべからずっていうことをこの10年間私に見せてくれてるのかなと思います。で、そう思うと私もね、ちょっと慢心するところがたまに出てくるんですよね。やっぱりね、自分も FXにしてもそうですし、ある程度のね地位を確立したなと思ったりとか、 YouTube 活動も非常に多くのチャンネル登録をいただいたりとかする中で、もしかしてね、この今までの過去の自分の実績がなくなったらどんな自分が残るだろうかっていうふうにいつもいつも自問自答するようにしてるのは、ナミさんとのやり取りがこうやってあるからなんですよね。で、一つは FX、 もう一回初心に帰るってことは FX はできませんけども、これを機会にね、私がずっと避けていた株式投資の方もちょっと足を踏み込んでみようかなっていう気持ちもあるわけなんですよ。そして速稼塾には株式講座、こちらの方は今始まったばかりです。私の塾生さんのストーンさんっていう方がねされてるんですけども、これを機会に私も学んでみようかな、50歳からは株式投資で FX で生まれた短期投資の余剰資金を長期投資のこれから30年の資産、もしや老後資産にしてみようかなっていう気持ちもあるわけですよね。まあ、そういうふうに考えながらの今日のナミさんからのメッセージの受信でございました。もう明け方朝5時でございます。ナミさんこれからね、ちょっとお休みになってまた営業に入られるのかなと思いますけども、本当お疲れ様でございます。今晩の深夜のこそこそ話なんですけども、そうですね、一言でまとめるとすると、油断するのは初心忘れるべからずということですかね。はい、私自身に対してのメッセージになります。じゃあ、ナミさん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。